茶色いワンちゃんの正体は？最近 E テレいないいないバーでジャンジャンという茶色い犬が出てくる機会が多くなってきましたね。初めて見た時は、ん？いないいないバーといえばワンワンだよね。ワンワン変わったの？と驚きました。これはいないいないバーあるあるかもしれませんね。正体はジャンジャン。今回はジャンジャンのいろいろ知りたいことをまとめてみました。それではどうぞ。ジャンジャンってなーに？ワンワンの友達の茶色い犬の男の子、青いスカーフをしています。ちなみに妹は赤いスカーフのジャンコです。2013年4月からワンワンワンダーランドに出演、2015年の発売 DVD いないいないバーおててタッチの特典映像、ジャンジャン、ジャンコがやってきたで出演。2016年には本放送で毎週木曜日にジャンジャンのコーナーが設けられ、さらに2017年1月からジャンジャンのお散歩がスタート。どんどん出世していくジャンジャン、急激にジャンジャンの露出が増えたため、ワンワンが番組を引退説が浮上しました。いないいないバーにも出演。最近ではいないいないバーに少しだけ出演する機会が多くなったジャンジャンですが、実は以前にがっつり出演したことがあります。それは2015年お正月特番で、ジャンジャン、ジャンコ、リンタロウ、モグちゃんというワンワン祭りのメンバーが出演しました。その後2016年夏スペシャルでもジャンジャンは登場。これは20周年記念スペシャルです。というように何とか登場し現在に至ります。中の人は一体誰？足立夏美さんのプロフィール。職業俳優振付師。生年月日1972年生まれ。出身は東京。特技はストリートダンス。女性のような名前ですが、実は男性です。この足立さんはワンワンの中の人、長さんと同じように、声と踊りの両方を担当されています。これってすごいですよね。ジャンジャンの中に入り声とダンスを披露している足立さんですが、基本は俳優と振り付け、ダンススタジオでダンスインストラクターもされています。そらダンスがうまいわけだ。振り付けはお父さんと一緒、日本語で遊ぼう、ワンワンパッコロキャラともワールド、みんなでどーもくんなどおなじみの E テレ番組を担当されています。最近お母さんと一緒のガラピコプーにも出てくるダンスが上手なタッチパッチさんももしかしたらそうかもしれませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は E テレいないいないバーに出演するようになったジャンジャンについて、出演に至った歴史をまとめてみました。ぜひ集まれワンワンワンダーランドを見た際にはジャンジャンに注目してみてください。これからもよろしくお願いします。